騒がれてんのにすごい寄ってくるからさ、こんな、でもこれ反省したらさ、
みたいな、なんでこんな共有しないといけないかなって思いながらちょっとこうね、なるほどな、なんかちょっと距離感じたの、このパネルが、このパネル欲しかったもんだって、ここに挟みたかった、そう、Are you staying alone? って思ってたかったっけね、そう、まあでも、ね、まあね、それを我慢するさ、それ一応、その時はね、さっきまでこれ越しに喋ってたけどさ、そうそうそう、ね、いや本当だよね、でも本当こうやってライブをね、人の皆さんの前でこうやるっていうのがすごく久しぶりなんで、もうさっきも言ったけどね、どうやって人の前でやってたっけみたいな、こんなめちゃくちゃな喋りだったっけとか思いながらね、ちょっとずつやっぱ慣れていかないとダメですね、でも本当この機会をね与えてくださって本当にありがとうございます、ね、本当にやっぱりね、この感じいいですね、生でやるの、ね、うん、いいですね、配信だとそれもそれもいいけど、そうなんですよ、私分かんないからね、反応がね、私たちはそのレディーシェルターズっていうバンドをあのドラムとベースで4人でやってるんですけど、その時はもうずっとそのライブができなくなってからこの数ヶ月間はずっとあの YouTube であのカバー動画とかを上げてて、あのもう最近は何をしまったのか、あのアニソンをロックでカバーするっていうねナウシカとかやってるんですよ金色のってやってるんですよそれをねちょっとロックバージョンでやったりとか、あとなんだっけ、なんだっけ初めての曲、うん、踊るポンポコリンとかやってましたそうそうそう、みんなね、意外とでもね、お子さんには受けてないね、今のところね大人の方の方が結構ね、面白がってくれるんですよね、ちょっとチョイスがあれなのかな、もうちょっとあれかな、幼児向けの方がいいのかしらと思いながらね、いろいろやってたんですけれどもね、はい、じゃあ行きますか、次は、あ、ウォータムよ、次は、いや、待ってください、もうスレッチで終わっちゃうから、終わっちゃうから、もうちょっとやってください、じゃあ次は僕が歌います、おもてなしじゃなくてワンナイトイツアベビー、何の間違いどっちでもいいわ、何の
してなかったっちゃ、何もしてなかったんですけど、何かしてたって言ったら何かしてたんですね。まああれです。意外にもまあロック好きだったりとか、まあカーペンターズとかみたいなポップスとかも好きだし、まあそういうのはずっと聞いてきたんですけど、そろそろ別の音楽でもなんか聴いてみようかなって思って、ちょっと手を出してみた。ヒップホップなんですよ。何を考えてるんですかね、今。ヒップホップって、ヒップホップ、まあ、意外そのやっぱあんまりラップとかの良さが今まで分かんなかったんですけど、分かったんですよ。ラップのかっこよさが、なるほど。いや、そう、昨日とかもそう、本当なんですよ。わざわざですね、その歌詞をあのメモ帳に貼り付けてですね、ネットで調べて練習しようと思ったんだけど、難しすぎて全然できなかった。すごいよね、口が。口がね、回んない、全然。まあ、そのうちご披露する時があると思うので。やめてほしいんだけど。で、レディシェルターズで、シェルターズでそのリハするとき、まあ、車で大体みんなで移動していくことが多いんですけど、その時、まあ、僕が DJ やったりとかするんですよ、車の中の。ちょいちょいあのヒップホップ流すんですけど、全然無反応なんですよ。意外とね、なんかこう、流れてる感じがするんですよね、まあ、BGM じゃないですかね。まあ、いいねとか誰も言わないで、黙々と。他のさ、ロックとかだったら、あ、これかっこいいですねとか、いいねとか言われるんですよ。あ、そうでしょみたいな。ね、ヒップホップ流したとき、これかっこいいんだよねって言って流したのに、みんな。もうスマホ対応。おかしいな。まあ、でもね、ほんとかっこいいから。ちょっと、でもそれを僕がちゃんとできないと、証明できないんで。ちょっと待っててくださいね。どうしよう、次の衣装とかダボダボのなんか、すごいなんか金色のなんかブロックみたいなやつつけてきた人でしょ。やだね。大丈夫、支えられる首。確かに。その細さで支えられる、そういうジャラジャラの。なんかこんなになっちゃうんじゃないの、大丈夫。やっぱ、ごつくないと重いのかな。重いじゃない。ちょ、最初なんかプラスチックのなんかやつとかしよう。メッキみたいな。メッキのやつ。ね、形大事だからね、やっぱミュージシャンね、意外と服装でなんとかなるからね、頑張って、頑張ります。頑張ってください。あとそうだ、さっき小田さんが10代の時に手に入れられなかったもので、うん、になんか、何でしたっけ、固執するっていうか、一生それを、なんかあるかなと思って考えてたんですけど、ありました。それもちょっと僕のイメージと違うかもしれないですけど、僕、風っていうグループが好きで、ショーヤン、ショーヤンが好きなんですよ、とにかく。ヒップホップから待ってました。そうそうそう、すごい、まあ、で、そのショーヤンがアコギのイメージじゃないですか、多分みんな、なんか、うんうん、
78年の横浜スタジアムだよね。っていう風にですね、エレキギターでですね、やってたんですよ。その時使ってるギターが BC リッチのイーブ、あれね、未だにずっと欲しいです、なんか、で、やっぱ同じのじゃないとダメなんですよ。そのデザインがいろんなのあるじゃないですか。でも、昭和のやつここに黒いなんか線が入ってて、その木の木目にここに黒い線が入ってる。ずーっと欲しいですね。でも見つからないから待ってないんですよっていう、多分これも何十年も探し求め続けるんじゃないかなってさっき話聞いて思い出しました。手に入るかね、自分で塗ったらいいじゃん。いや、それじゃダメだよ。いいって泣かれたって、あ、同じのあるのかな、あるのかな、探せばあるのかね。いや、わかんない、見たことないからわかんないけど、あんじゃない。本人もビーって塗ってるかもしれないよ、ここビーってねえ、わかんない。あ、塗ってるかもしれない。じゃあそれが見つかったらもう終わりかい。もうやめる。見つかっちゃう。もう終わり。じゃあ見つかんない方がいいね。追い続けた方がいい夢は。ね。はい。そう思います。ええ。あ、すいません、ちょっと喋りすぎました。いいですか。いいよ。じゃあネクストソング。していこうかなと思ってるので、そちらもぜひ、見てみてください。よろしくお願いします。あとは
CD ですかね、はい、はい、今日持ってきてます。先ほど小田さんにも宣伝していただいたんですけれども、レディシェルターズアルバムを出しました。2000円でございますので、ぜひね、みんなロックンロール足りてないんじゃないかなと、ね、思うんでね、家で楽しめるように、ぜひ思い出に買っていていただければいいなと思いますので、そちらもよろしくお願いします。はい、じゃあ最後に夏にぴったりのね、夏にぴったりのというか、まだちょっと私も食べれてないんですけども、今年はまだね、ウォーターメロンというスイカですね、これを最後にやりたいなと思います。今日はありがとうございました。Thank you.